皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、本当に欲しい人生を手に入れるための思考法、二足のわらじで教室運営をしているあなたへというテーマでお話をしてみたいと思います。えー、教室概要ないしは運営をされている方で、一本でもちろんやられている方も多いんですけれども、えー、反面ですね、 一本にしたいんだけれどもやはり収入が目処がついていないとですね怖くて、えー、教室だけに仕事を絞ることができないっていう方もいらっしゃるのも事実で、えー、私はどちらのタイプの方も、えー、クライアントを持っていてコンサルをしているんですけれども1、まあ、本でやってる方っていうのはもう例えば長年とかどういう途中の経緯があってパートないしは会社員だってやってた経緯があって。 一本化している、例えば10年やっている先生とかっていう方もいらっしゃいますし、えー、初期の頃まだ安定しないのでパートをやりながら3年後ぐらいにはそれ1本でやっていきたいっていうタイプの。 方もいいらっしゃいます、えー、パートなしは、まあ、会社員の時短勤務かな、まあ、あのいろんなパターンがある,あるんですけれども契約社員的なものですねそれで勤めながらやってる方とかもいらっしゃいますもしかしたら肌感覚でいうとうんそうだな6割ぐらいがそういうところからスタートしてる人が多いかなという感覚はありますですのであのー とはいえいずれは一本化して本当に好きにやっていきたい仕事でちゃんと収入が欲しいっていう方が多いわけですよね。だからあの今日のテーマはですね若干マインドよりかつうんもしかしたら今停滞している方にとっては耳の痛い話になる予定です。 はい、ですのであのも,うもう怖くて聞けないっていう方はここまでで構いません、えー、とちょっと今日はもしかしたら辛ら口になる話をしていく予定です、えー、まずですね、あのーまあ、二足のわらじで、まあ、教室運営開業をしていくっていうことがまあどういうことなのかっていうことをお話をするんですけれども、まあ、ちなみにですね私の場合でいうとですね、まあ、会社員で ある程度、まあ、営業職でしたし部長職でしたから、まあ、年収的には600万近く頂い,いていてっていう状態をバサッとやめて教室開業をしているわけですよねでその教室開業をするっていう部分においてあのまあ確かにうちは主人がいますけれども旦那さんがいるからやったんでしょうみたいな話とかも ありますけれどもあのうちは経済は真っ二つなので家にかかる費用に関してはですからそのいわゆる自分の余剰金的な部分、まあ、退職金とかも含めてですけれどもそれを使ってまあ企業開業し、まあ、家の方には負担がかからないようにっていうことでスタートしているので会社をバサッと辞めて。 あーそれを一本化してやっていくっていうことを決めるっていうのは、まあ、私自身のもちろん覚悟もそうですけれども、まあ、主人の方もですね、まあ、言い出したら聞かない性格だっていうのは分かってるんでもう好きにすれば状態になってましたしね。 あの止めたってやるんでしょって言われてスタートしてますから「はいやります」っていうことであの言っているのであのそこはまあや,やってるからご主人のそれが見てくれるからできたんでしょっていう話はこれはな,ないですねあの皆さんもそこはあの誤解されがちなんですけどねあの全然一人暮らしの方とほぼ同等の感覚で私はやっています。でですの,であのまず じゃあなぜ私は、えー、バサッとやめてですねそのちょろちょろとこう入ってくるお金まあパートっていうかまあその当時の私のスキルがあればそうだな契約の形でも仕事とかできたかもしれないんですけれども収入は減りますけれどもねでも私はその道は選ばなかったんです。でなぜかっていうと えー、もう集中してですね一気に教室っていうかまあ独立の方の授業を仕上げたかったんです。これは あのまあ退路を断つっていう、まあ、言葉とかもありますけれども戻る道がないっていう状態ですねだってそうするって決めて会社は辞めてるわけですしお金を早く作らないとあ家の経済も回らなくなっちゃいますからねでそのお金を早く作らないとっていう部分においては、まあ、例えばパートとか時給で働きながらとかっていう。 選択肢もあったはずなんですけどね、えー、遅くなると思ったんです。結局、それでやりながら、もう一個やってて、二足のわらじと言われる状態なんですけど、この状態では集中的にあー授業を作ることができないと思いましたし、退路を断つことによって、まあ、 あの真剣さというか覚悟というか、まあ、他がないわけですからねもうがむしゃらにやるしかないっていう状態に、まあ、自分で自分を追い込んだ状態で、まあ、やっているんですよね。ですからあの2つの仕事をしながら教室を作っていくっていうことを否定しているわけではありません。そしてて私ののよううううなこういいう感覚っていうのをね いやそんなに無計画で無謀でっていうふうに思う方もいらっしゃるのも事実ですただ、えー、思考法っていうことを今日はお伝えしているんですけれども、あのーまあ、根拠のない自信っていう言い方変なんですけどね根拠のない自信を裏付けるために私が必死に何をしたかっていうと行動ですねもう根拠のない自信を裏付けるのは動いて動いて動きまくるしかないんですよね だからあの根拠がないんんでででですすよでもできるると思ってるんですだからそれはなぜできるのか、まあ、これまた高橋さんだからできたんですよとかいう方いらっしゃるんですけれどもあの全く関係ないですねあのがむしゃらには努力はしますよ正しい方法でだけれどもそれは私だからとかじゃなくって誰でもできることを私はやっていますなのでやるかやらないかだけの違いになりますね であのそういうふうにあなただからできたんでしょっていう方はあのできないですよ <laughs> あのあその。誰だからできたとか私でもできると思うっていうふうに思考が変わらない限りは絶対にできないですね。でもう一回話戻しますでじゃあなぜ二足のわらじにしなかったか安全牌を取らなかったわけですよね。収入源を 細々ととしつつ自分の好きなここを積み上げてこれがうまくいったら入れ替える。まあよく男性とかはねあのそういうふうにやりますやっぱ家族食べさせないといけないっていうことがある場合にはバサッとやる方もいらっしゃいますけれどもあの大概聞いてるとですね手堅い方法は会社員の収入副業 まあ例えばそれがインターネットビジネスだった場合とかなんですけど副業で時間を睡眠時間を減らしたりとかまあ体力に負荷をかけて仕事をしていって稼いでいったこのお金がここと同等よりちょい上になったらこっちを辞めるっていうやり方をする方結構男性は多いですね。はい、でも私はここをバサッとなくしてここから立ち上げるっていうのをするわけなのでまあ準備期間みたいなのは結局退職金 食いつなぎ系になりますけれどもねその間にそのお金になるような状態を3、4ヶ月で作り上げなきゃいけなかったのでそういう意味ではもうやるしかないっていう状態でやっていましただからあのどの時点でどの選択肢を取るのかっていうと集中したく で早く仕上げたければタイルを断つっていうことも大きな一つの選択肢になるんですよね。いやそんなこと怖くてできない、うん、それはそれでオッケーです。あのー、安全牌取りながらやるやり方も全然ありです。だとすると、えー、その方が選ぶ今度試練。 というかですね、えー、覚悟は私のようにバサッとやめることによって時間をものすごく確保できてそこに集中して頑張れるまあ好きなことだからあの時間いっぱい使っても全然疲れないですね好きなことをやるしかも立ち上げるっていうことをやるっていうために、えー、自分の全能力を使っているわけなのでそこはね辛いとかあんまないんですよ。 だからあのそ,そういうい覚悟ですねお金は稼げるか稼げないかわからないけど稼ぐという決意をして動くというこれはこれで退、まあ、路を断った決断になるわけなんですけどもう1つの決断ですね2つ細々とやりながら安牌取りながら自分の夢を追いかけるという場合にはまず時間がかかる。 可能性が高いですだって一つの仕事に集中してないわけですからねでお金をもらってる方のところから例えば今日は出勤してくださいとかイベントがあるんで、ね、こういう出勤どうかっていう休みたい時とか例えばレッスンやりたいような時とかにそれができないっていうのはそこからお金を雇われてもらってるっていうことだからそれはできない状況なんで、まあ、縛りがある中でやっていきますよねそれなのに立ち上げて頑張ろうって思う時には。 どういう違う覚悟が必要になるかっていうとになりますただでさえ1個の仕事をそれなりにやらないとやっぱりきちんとお金はもらえない状態なのに新しいことを上乗せしていくわけですから単純に考えても2倍の負荷がかかります2倍の負荷がかかるレベルで済めばいいですけど新規事業を立ち上げる時って力がものすごくかかるんですよね だから肌感覚では私両方やってる方は3倍の負荷かけないと本当に欲しいような状況を要はパートを辞めても大丈夫会社員ないしは派遣社員を辞めても大丈夫って収入を見てからこっちを1本にするっていうのを考えてる人は3倍の負荷をかけて仕事をする気があるかどうかっていうことになりますだからどっちも負荷はかかるんですよどっちもうん ガ,ーッとガッツをかけてですねガッツを入れて頑張る方法か細々と2つやりながらですねあの自分でコントロールできない時間で働きながら、えー、頑張るって決める場合には3倍努力しなぜならば私みたいにゼロからガッと立ち上げちゃう人も新しく事業を始める中の同じ土俵でお客さんが比べるからです。 作り込みの精度が全然違いますからね。選ばれる確率っていう確率論の問題で、しっかりやっぱり作り込んでる教室の方が魅力的に見える可能性が高いですからね。そうすると、その負荷をかけた分、早く教室が立ち上がって、早く集客ができて、早く満席になる可能性が高いので、結果としては、 本当に欲しい人生を早く手に入れるっていうことは実はそっちである可能性はありますだから覚悟のかけ方は本来一緒であるっていうことをまず理解してほしいんですよね安全って思ってるじゃないですかここ収入が得てるからでもその分本当に本当に欲しい生活は、うん、負荷を自分がかけられないタイプの人だったら、えー、遅くなります実現するのは。 でも家族の問題とか旦那さんとの兼ね合いお子さんとの兼ね合いとかがあるからバサッとやめてなんて難しいっていう方はそちらの道を選ぶことになるのでお時間をかけたくないのであれば自分が努力する負荷をかけるものが通常より多くなるっていう感じですね。でなぜ負荷が多くなるよっていうことを言ってるかっていうとえずるずるとですね二足のわらじを何年も続ける方がいらっしゃるから。 ですえー、続けるな二足のわらざいをね続けるのはね全然構わないんですけれども本人がそういう生活パターンもありだよねって思ってるんならまだしもなんですけど本当にやりたいことの仕事というか、まあ、それがこれぐらいで普段普段のその何んですかね会社員ないしはパートで雇われてる時間とかがこれぐらいまあそもそも時間拘束がものすごくあるわけなのでしかもそれがものすごく好きなまあ 業,業界領域のものであればいいですけどとりあえずお金のためだけに働くっていうふうになるとモチベーションって言われるものがですね、まあ、下がる方が多いですよねそうするとつらいなぁ嫌だなぁと思いながらもお金のために働くでこっちは本当にやりたい仕事っていうこの、えー、そうですね車で言うとアクセル踏んでるんだけどサイドブレーキとブレーキ踏みながら前に進もうとしてる感じです。だかかから進まななないんですねなかなか サイドブレーキ引きながら、あのー、動いてる車とかたまにありますけどねまあまああんな感じかもしれないですけどねだからそうするとじゃあどれぐらいの努力すればいいんですかっていう話なんですけど圧倒的に時間が足りない人が多いですそして足りないし眠い睡眠時間足りてない人多いです2つ仕事をやってる人は眠いんですよ であと会社の方の仕事に縛られたりお金をもらっているお給料をもらっている方の仕事に振り回される部分が多いので思考が止まったりとか疲れちゃって本来やるべき準備が全然できないケースがあります本来やるべき準備っていうと例えば新しく教室立ち上げたいとか思うんだったらウェブサイト作るとかですねでその作る内容とかもしっかり作っていかなくちゃいけないわけですねコンセプトとか考えながら思考が止まるんですよね疲れるから 時間がないから眠いから押すと止まる作らない。まあ、それがずる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 続いてはい、えー、うまくいって作ることができるようになりました。で、その次です。今度集客っていう部分で言うと、初期の頃ってお金がない方がほとんどです。潤沢に広告をバンバン打てる方っていうのは結構少ないはずなんですね。しかも広告もまたはずれな広告打っちゃうとザルのように。広告。 ざるに入った水のようにじゃんざんざんザンザん流れていっちゃってお金がねどん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 流れていくんですよ広告打ち方失敗するとだから最初は資金もないので、まあ、皆さんに私の場合とかですね今でももちろん私もやってますけれども手軽なのはやはり SNS 集客ですね フェイスブックブログ YouTube インスタグラムとかまああのあたりとかが初期の頃は一番簡単ですブログ集客も含めてですけどね実際に私も教室立ち上げの時には会社員だった頃に名乗ることはできなかったので。 地味に8ヶ月ですねブログを報道をほぼ毎日書き続けましたそれによってファンを地味に増やしていて教室開業が1月1日だったんですけどでそれ以降でまあ募集をかけてほぼ9割固めてっていうのはまあ何度かお話とかもしている状態なんですけども下準備に8ヶ月かかってるんですよね集客しようと思ってやっている上で。だから 地味な努力がどの道必要になるんですけれどもそれすらできないんですよね二足のわらじを履いている方はなぜならば時間がない疲れちゃうモチベーションが上がらないこの3点で自分で自分をやっぱ甘やかす方が多いです今日も疲れちゃったできなかった明日にしよう明日もなんかお客さんにこんなこと言われちゃった気分が落ち込んじゃった今日はやめとこう その次は上司にこんな話を言われてこんなものを振られて残業になっちゃった時間がなくなっちゃった今日もやめようみたいな感じでですねあの外界違う外界の自分でコントロールできないところでのまあ仕事とかに振り回されるそれはあの仕方がないんですだってそこに勤めているわけだから。 でしかもめちゃくちゃ好きな仕事だったらまだしもなんですけどねそうでもないようなところでそんな話を受けるとどんどん自分の気持ちはどんどん下がっていくのでますます体が疲れていくし実質的に睡眠時間も少ない方がやはり多いのでねダブルバックをしている方はそうすると結果としてやるべきことができていないっていうことで当然執着もできないというのがずる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 続いていくので。 本人は安排を取ってるつもりなんですよ。きっとここで収入が確保されてるから安全とか思ってるのかもしれないですけれども、その馬力がかけられない分ですね、あの仕上がりが遅い。ということで、数年越しでやっと立てる人はまだいいです。数年越しでも でできてないいな人も結構多いんですよだけど私は本本当は教室でででやっってていいいいきたいんんすすう方も結構多いんですねその方に私が言うのはあの安全牌を取ってる要はお金が入るっていう安全を自分は取ってるからその逆に取らなくちゃいけないリスクというか、えー、決意覚悟に関しては、えー、2倍3倍の負荷を自分にかけるっていうこれを自分の中で決めないとまず無理っていう感じですね。 じゃあ辞めちゃったらどうなんですかっていう話をする時にはあのそんな勇気はないお金ないと困るんですっていうじゃないですかだからその安全を取ってるんだからその分努力しないと駄目なので流されがちな自分をどこまで律してきちんと前に向かって進ませるかっていうのはバサッと辞めちゃった人よりも多分ねしんどいはずなんですよおそらくだって 疲れるようなものとか外界の影響をを及ぼされやすいいいところに自分が環境で身を置ててしまっているからなんですねだからどこかの段階でそこを抜け出したいそれが収入っていうことで必要な部分なのであればやっぱりどっかで自分に何ヶ月かでもいいから負荷をかけてですねやりきるって決めてその目標値に向かって集客をするとか教室に週末だけ起業してる方とかもいらっしゃいますよ。 いらっしゃるんですだからそれは会社で勤めている方の会社のパフォーマンスも落とさずにやっていくことになるので結構しんどいはずなんですようんだから、あのー、それは悪いとは言わないです言わないんだけれどもあそれが言い訳になるとなかなか独立してそれ一本でっていうのは難しいよねっていうイメージですでじゃあ一本でやる時にはそれはそれでまたねあの 路を立つっていう覚悟が必要になりますからね私の場合にももちろんそれでがむしゃらにやって方法論は知ってましたけれどもやってもしもうまくいかなかった場合にはあー一旦撤退、まあ、会社員的なお金がちゃんと稼げる仕事に戻るないしは、まあ、私の過去の経験上あのとてもきつくてつらかった新聞配達をやってでも。 まあ会社に戻るつもりはもともとなかったんで <laughs> あの主人にそれでうまくいかなかったら会社員に戻るかっていうことを言われて3年の猶予がありましたから3年の間にどうにかするっていうのは決めて元に戻してるわけなんですけれどもあのその覚悟があれば まあ何でもできるって言い方変ですけどね眠いとかあんま関係ないですよね今日ここまでやるっていうのは何が何でもここまでやるっていうでやっていかないといやこれができなかったらそういう風になっちゃうみたいなのがあるとこれが1日1日の勝負になります1日負けて2日負けて3日負けてってやると軽くね1週間って負けちゃうんですよだからそれをどれだけ負けないようにして例えば1日 今日一日あ,あダメだできなかったって言ったらどっかで2日分きちんと、あのー、自分を追いかけるかっていうのができるかっていうことなので会社員ないしはどこかの組織に入ってそのルーティーンの中で仕事をやってそのパフォーマンスに対して月謝月謝じゃない,いや月給としてもらうっていうのとは全く違う動きになりますからあの自分が自分に約束をして約束を守る守る破らないっていうのが もう絶対的にに必要になるどっちの道を選んでもでもすバサッとやめて早くお金を立ち上げてやっていかなくちゃいけないっていう覚悟はそれはそれはそういうスピードが必要になりますし2つの仕事をやりながら夢を叶えていくっていうことをしたい場合には数年越しになっちゃう人が結構多い。 ので本当に早く欲しい人生が欲しかったらどっかで負荷をかけて頑張んないといけない、まあ、どのみち何かしら新事業をやったりですね独立をするっていうのはどっかで負荷をかけなきゃいけないんですでその時にあの思考法ですねとして一番持っててほしいのは、えー、自分最低でも自分だけは自分の持ってる力を信じてあげるっていうことが必要になるなって思ってるんです あの言葉で言うと優しいし簡単風に聞こえますかねだって信じられない人が多いから二足のわらじの人もいっぱいいて、うん、信じきるそして信じた上で行動してやりきるっていうことを自分の中で決意できるかどうかっていうのは非常にマインド部分、まあ、メンタルの部分で。 強強いいいいを持たないと難しいケースが多いです例えば自分で自分の力を信じるっていうことは私に置き換えて言うと会社員の収入をバサッと手放して停止してまだ海のものとも山のものともつかない新しい事業をゼロから始めるでも私はできると思っているしやりきるって決めているから自分の力を自分で信じてます。そして 二足のわらじを履き続ける方がやめられない理由はあのお金を稼げるっていう感覚で言うと好きなことで稼げるっていう感覚で言うともしもパートさんとかだった場合はですねパートさんの時給単価よりも多分教室で教えるっていうことの方が高いケースが多いですあの原価計算間違っちゃうと全然安くなっちゃったりするケースもありますけれども、まあ、それは数字の話のところでさておき。 可能性としてははるかに高い時給を稼げる可能性はありますだけれどもその可能性と本当にできるのかっていう自分を信じられないからやめられないんですよね、うん、だから信じきるんだったらやめちゃってよしやるって決めればゼロになんか本当はならないそれだけの活動の量をやると本当に決めているかどうかっていうことですよね うん、お金を稼ぐっていうのはあのご存知の通りですねあのそんんななに楽なことではありませんあの波に乗ってきたりとかあの、まあ、ふっくりっていうわけじゃないですお金がお金を生むっていうような領域まで持っていくことができると、うん、まあいろ,いろんなビジネスモデルってあるんですよ例えば私はやってないですけど不動産収入を得る。 っていうオーナーになって大家さんになってとかっていうのでねやっていくようなものでやるケースとかもありますしブローカーとか紹介人と人とをつなげてあげてそのビジネスがうまくいったところのうまくいった金額のパーセンテージで紹介料をもらうというビジネスがあったりとかですね。ああ自分が必ずししももももも労働働をものすすごくななないいいいともらえないっていうわけけじゃない働き方もありますだけれども 女性の場合は特にですね、あの企業当初、いきなりその仕事をやるっていうのは、なかなか難しいかな、そういう人脈というか、知り合いとか、そういうのをやっている人と組まないと難しかったりしますので、信頼がない方とは、お仕事はされないです、ここも難しいところなんですよ、実際は。 会社の名前と会社の名刺で仕事をしてきた人は特にですね個人になりますからその個人の自分であるのをどうやって信じてもらうんですか一般の人にっていうことです初めて会った人ないしは会ったことがない人がなぜ例えば口座料金私の場合ですと6回のパンの口座だ大体平均5万円ぐらいでしたからそれをバサッとお金を入れてもらうわけですよねそれをじゃあどうやって信じてもらうのかって言ったら実態 としてウェブ上にしゃべる動画の姿レッスンやってる姿とか、まあまあ、住,住所っていうか、まあ、開示ですねある程度こ,この人誰だっていい存在してる人間だよねっていうことで信頼してもらった上でお金が入ってくるっていう状態を作ることができるので個人になった場合にはこの信用として築いていかないといけないので、まあ、SNS の発信とかの量がものすごい必要になるわけですよね。 会社の名刺がないからです一個人を信じてもらわないといけないのでその段に及んで本来であれば、まあ、疲れたとかですね時間がないとかっていうのはやっぱり仕事をしていく上でのまあ覚悟がないなあっていうふうに思いますねだから本当にその仕事で一本でやりたかったらその過渡期は負荷がかかるんですよすごくそこは乗り越えないといけない うん、楽してはで、ね、できないんですで今華やかに楽してるように見える先生たちの,あの企業当初の話とかも私もよく聞きますし自分自身を振り返ってもそうですけど誰一人すごい楽してる人なんて誰もいないと思います企業当初はですね、うん、きちんとやっぱりそれなりに必要な苦労というか、うん、やるべきことをやっているがむしゃらに動くっていう時期がやっぱりある人がほとんどですね。 だから今の自分がうーんその2つの仕事から抜け出せないそれは理由が収入なのかもしれないですけれども私は別の観点から見ると自分で自分を信じきれてないからやめられないっていう部分もあるんじゃないのかなと思うんですね。信じきるっていうことはイコール努力しきるコミットメントを自分にするっていうことなのでそこが弱い方は多分できないからです。 あの違う動画でもちょっと話したと思いますけど私の場合だからうまくいかなかったら最悪新聞配達だみたいな自分を追い込んでたしその瞬間その仕事がなかったとしたら交通整理院でもあのコンビニのバイトでも何でもやるつもりだったんですその時には。きれいなあの屋,根が屋根の下でとかじゃない仕事でももしかしてその場しのぎで、ね。 あるじゃないですか,なんかガードマンみたいな警備員日,日雇い日給9,000円とかあるじゃないですかああいうのだってやるつもりだったんですようまくいかなかったらだからそれが嫌だったから絶対にうまくいかせるって決めたしうまくいくっていうのを信じて動くっていうことをしてましたのでねなんかその少しこう自分に負荷をかける、えー、自分を信じる行動する決意ここが ないと本当に欲しい人生って手に入らない時があります。だから特に要注意していただきたいのは、一本立ちしたいんですよね。一つの仕事でやりたいんですよねって言って5年以上経ってる方は要注意ですね。はいあのどこかで負荷をかけて抜け出さないと抜け出せない。うん家の事情があるのも理解しています。 だけれども例えばそれをご主人と話し合って説得してそういう自分を見守ってもらうようにするのか1、えー、人で家賃もあるし前によってはもしかしてマンションを買っちゃってるとかっていうとそのローンとかもどうするんだっていうものすごいその。 絶対的にお金があるような状態を作らないと難しいっていう方もいらっしゃるんですけれどもその時にどこまで自分を信じきれるかっていうのが非常に大きなポイントになるんですね。信じきれるのかっていうことじゃなくて信じきれて未知のゼロの状態からでも自分はこういう状態の自分になるだからこういう活動をするそこには言い訳はしないって。で 決めて動けているかどうか、っていうのは非常に大きな部分かなと思っています。だから。まあ、結論としては自分の力自分の持っている能力ですね。それを信じ切ってあげよう。せめて自分だけはっていうことです。 であの特に年齢がいってきてる方40代を超えてきてる方場合によっては50代から本当に起業って考えてる方50も私はあのすごく応援してます私は40で起業してますけれどもあのいくつになっても新しいことを始めるのは全然 OK だと思ってるんですよだけれどもそれ相応の、まあ、努力はしないといけないっていう時に退路を立ってない方は3倍の努力をする。 態度を立つことができれば、えー、覚悟を持ってそこに、えー、飛び込んでがむしゃらに動くかっていうことをすると、あのー、思うほど人生長くないです、あのー、好きなことをして好きなあの仕事を手に入れて好きな人と、まあ、お客様とね一緒に楽しい仕事をして君は私はその状態です。でそれをやるために 頑張らなきゃいけないある一定の期間っていうのがあるのでそれをどこに設けるかっていう話になりますのでねあのこの話を聞いてから「じゃあ私辞めるわ」とかって言って「辞めたのに高橋さんできないじゃないですか」とか言うのはなしですね自分の人生には自分で責任を持たなくてはいけないから決意をするのもあなただしそれをやってみるって決めるのもあなたです だから2つの方法を私はお伝えしていますし私が推奨するのは退路を断つ方です1個に絞ってもそこに全能力を集中させて頑張るただ負荷がかかっている時期はあります会社員だった時に私はブログを書いています 他にも準備できること自分のホームページを作るとか水面下で動くでその時はやっぱり睡眠時間減っちゃいますよね普通の会社の仕事をやっててその後の時間でやるので11時から2時にやっていたりとかですねまあそういうことはやっぱりしたりする時期はありました半年以上はいですからあの自分で期限を決めて頑張れるかどうかそれも一つの考え方になると思いますその今日は 二足のわらじで教室運営ないしは開業したいと思っているあなたそしてそれが本当に欲しい人生を手に入れるっていうことにつながるものであればまず思考ですね自分を信じる信じきるそして必要な行動と活動をがむしゃらにやるここがポイントになってくるかと思いますのでご参考にしてみてください。それでは